はい、皆さんおはようございます。今日は10月の16日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、昨晩はですね、米国の株式市場に関しましてはまた引き続き、全面高というような形で、非常にいい一日だったんではないかなと思っております。でこちらヒートマップなんですけれども、もちろん赤のところもあるはあるんですけれども、全般的に非常に好調な一日だったんではないかなと思っています。少し気になるのが、昨日ですね、リテールセールス発表されてはいたんですが、そういったところを踏まえ、非常にいい数字だったんですね。にもかかわらず、このリテール関連の数字というところが少し弱かったりとか、あとはガーファムの中でもちょっと Facebook がですね、ここ最近の非常に注目されているホイッスルブロワー内部告発の件で、どんどん下がっていってしまっているというのは一つ、どこまで下がり続けるのか、これは一つ見ていきたいポイントかと思うんですが、一応僕ポジション持っているんですけれども、ちょっとどうしようかなと考えてます。今後引き続き持ち続けるのかどうか、これはホイッスルブロワーのこの内部告発者の問題からどう波及していくっていうのかが、なかなか見えないんですよね。で、その一方でマーケットとしては今非常に好調なパフォーマンスを見せているということで、このまま、Facebook に付き合い続けていいのかどうかっていうところは、判断しなければいけないなとは思ってはいるんですが、僕個人としては今 Facebook を持っている理由は今後のメタバースの需要だったりとかっていうところにかけてはいるので、今ちょっと売っちゃうともったいないかなとは思っています。あとはポジションとしてものすごく20%も 30% もポートフォリオの中であるものではないので、継続して、こちら持ち続けようかなというのは、思っています。今持っているものに関してはちょっと多少ですね、何か問題があっても、全体的なビジネスに大きな問題がない限りは持ち続けようかなと思ってますので、この辺は引き続き放置していこうかなと思っています。はい、ちょっとチャート見ていきたいと思うんですが、引き続き先日からではあるんですけれども、これ S&P ですけれども、ダウントレンドの、もうトレンドラインはもうぶち抜けていますよね。こちらダウなんですが、こちらも同様、もう少しで、オールタイムハイトライするかどうかというところまで今迫っているような状況となっています。で、ナスダックに関してもまだオールタイムハイからは、3%、4% ぐらい下がってはいるんですけれども、まだ引き続き、トレンドラインぶち抜けていって大きく上昇していけるかどうか、このあたり注目をしていきたいと思います。で、ナスダックに関しては今後のやっぱり決算というところが一つ大きな肝となってくるかと思うので、このあたりは決算次第かなと思っています。センチメントに関しては今非常に全体感としてはいいかなと思いますし、我々日本人投資家からするとちょっとこの円安がすごいんですよね。で、これっていうのはその我々として今のこの米国株投資家としては非常にいいことかと思うんですが、日本という国という観点からすると、これだけ円が売られるのかどうかっていうのは本当にいいことかっていうのは少し考えないといけないんじゃないかなと思ってます。おそらくいろいろ今後話題になってくることもあるかと思うので、日本のある意味国力ではないですが、そういったところの状況ですね、世界の各国の投資家だったりとか、日本の国がどういうふうに捉えていくのか、このあたり引き続きちょっと注目をしていきたいポイントかと思っております。はい、あとはですね、米国の、金利ですね、見ていきたいと思うんですが、米国の10年債の金利がまた 1.6% に向けてちょっと上昇しているような状況となっています。いずれにせよですね、ちょっとこのあたりはレンジ相場でもありますし、ここ最近あんまり金利の動きに株式市場が惑わされてないような感じは若干あるっていうのは少しありますよね。はい、あとその一方で短期金利がものすごく今上昇していて、これはやっぱり利上げを織り込んでるというのが、この今これ短期金利って言ってるのは2年債の金利なんですが、このあたりはそのマーケットが利上げというところをどういうふうに織り込んでいくのかっていうのを見る上で、非常に重要なポイントかなと思ってます。その一方でこれだけマーケットのその米国の短期の金利が上がっている中で、株式市場としてはそんなに気にしてないというか注目してないんですよね。で、株式だけはどんどん上がっていっていると。で、これは別に悪いことではないんですが、まず決算見て、良ければこのまま株式市場としてはしっかりホールドして、年末までいけるんじゃないかっていうような感じにはなってくるかと思います。まだまだダウンサイドを気にしている方もいらっしゃると思いますし、非常にキャッシュ貯めた方もいらっしゃると思うんですが、一旦キャッシュ持っているのであれば、あえて
まあ、買い急ぐ必要は正直個人的にはないかなと思ってます。今後ですね、やっぱりまだまだ冬に向けて、いろんな原油だったりとかコモディティ価格の上昇というところが、まあ、来るんじゃないかなと思いますし、まあ、今実際に、このクルードオイルの先物ですね、ライトクルードオイルの先物に関しては結構やっぱりまだまだ上がってきているというのもあるので、このあたりがまた90ドル、85ドル、90ドル、100ドルとかっていうふうにいくと、マーケットは結構気にしだすと思うんですよね。なので、まあ、今、急いで動く本当にタイミングではないかなと思ってます。その一方で、天然ガスなんですが、昨日も 5% ぐらい下がっていて、まあ、結構このあたりは価格調整してきているので、コモディティ関連全般で今上がっているというよりも、まだ増産の計画がわからないようなものだったりとか、まあ、今後どういうふうになっていくのか、もう冬に向けて、需要が高まっていくんじゃないかっていうようなものに関してですね、まあ、上がっていったり下がっていったり、ものによって違うので、まあ、このあたり一つ注目すべきポイントかなと思っています。はい。ちょっと個別銘柄いくつか見たいんですけども、その前に一旦ですね、指数ちょっと見ていきたいと思います。はい。米国のダウですね、1.09% のプラス、S&P がプラスの 0.75%、ナスダックがプラスの 0.5%、ラッセル2000がマイナスの 0.37% ということで、まあ、非常にですね、小型株ちょっと弱いですね。ちょっと前に、小型株に資金が集中するんじゃないかみたいなことを、まあ、一瞬ポロッと言ったことがあったんですが、全く逆の感じで、今、大型の方に資金が集まっていってるような感じですね。はい。で、米国の10年債なんですが、1.575 というところで約6ベースポイント上昇していました。はい。で、金利に関、すいません、ドル円ですね、に関しても、114.26 というところで、まあ、継続的にどん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 上がっていってるので、まあ、このあたりは、今からドル転して、買いづらいなという人も結構やっぱりいるんじゃないかと思うんですよね。で、これが巻き戻しになるときに本当に倍速で資産が減るっていうこともあるので、このあたりはちょっとどういうふうに、マネージしていこうかっていうのは考えていかないといけないかなと思っています。まあ、もしかするとちょっと FX とかを使って、ヘッジとかっていうのをしようかなっていうのもタイミングによってはちょっと考えたいかなと思ってます。はい。で、ちょっとですね、個別株行く前にビットコインのですね、ETF が承認されました。これ歴史的なことかと思うんですけれども、で、まあ、結果的に言うと、承認されて、最終的に価格どうなってたかっていうと、そんな動かなかったんですよね。今ちょっとガーンとぶち上がってますけれども、まあ、この前のタイミングで上がっていただけで、承認されたのはこのあたりのタイミングなんですけれども、ちょっと上がって、まだ今下がって、まあ、横横みたいな感じで、あまり値動きにはインパクトがないような状況かと思います。今後もこのレベル維持できるかっていうところが、まず一つの注目ポイントかと思いますし、まあ、いずれにせよですね、まだまだこれからだと思います。ビットコインに関しては。で、ETF への資金流入というところに関しても、やっぱり今年、そしてまた来年もっともっと入ってくるかと思うので、このあたり、短期的に見るよりもしっかりと長期の機関投資家が資金を入れる、まあ、基盤というのが今整ってきているという観点から、まあ見て、まだまだ可能性十分あるんじゃないかというところで見ていければなと思っています。はい。では、ちょっと個別株見ていきたいんですが、昨晩ですね、結構いろいろ CNBC だったりとか見てると、テスラの注目度がかなり高いんですよね。で、テスラ少しロングタームのチャートで見てみると、まあ、このトレンドラインがあって、昨年というか今年の年末ですかね、すいません、年初ですね、つけた、高値を今狙っていってるような、900ドル狙っていってるような状況と、なっていますと。で、ここからまだ上値行くんじゃないかっていうところではあるんですが、今マーケットで気にしているのは、じゃあどのようにこのリスクを取りに行くかっていうので、現物を買うのかオプションを買うのかどうなのかみたいのがやっぱりいろいろと議論になっていますと。で、なぜそんな議論が起こっているかっていうと、やっぱり本当にここから先まだ行けんのかっていうのが、まあ、心配をしていて、オプションを駆使することで、まあ、アップサイドは取りに行くんだけども、まあ、同時に少しコストを、まあ、リスクを下げて、アップサイドを取りに行くみたいな話もあったりするので、まあ、手放しにテスラいいよねとかっていうよりも、やっぱりちょっと高くなってきてる予感は意識されているのかなというのは感じています。まあ、いずれにせよ、僕もテスラ一番ポートフォリオの中で大きいポジションとして持っているんですけれども、まあ、調整雇用がとりあえず、ずっと、保有して持っていこうかなと思うので、あまり短期的な値動きには僕は気にしてないなというのが、まあ、感じとしてありますと。はい。まあ、あとはそうですね、注目の個別株は特に、昨日、
決算がありました。ちょっと後ほど見ていきますけれども、まあ、ゴールドマンサックスだったりとかとも決算を受けて、銀行株引き続き非常に好調な動きとしています。ちょっと前に銀行株買ってみるのもいいかもしれませんねみたいなことを言ってたと思うんですが、まあ、しっかりとどん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 上値を切り上げていっているというのは、まあ、一ついい、まあ、その決算がいいところがどんどん上がっていくという意味では一ついいポイントかなと思っています。はい、でここからですね、皆さんと一緒に、ニュース見ていきたいと思うんですが、その前にもしこのチャンネルをですね、いつも見てくださっていたりとか、あとは応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、チャンネル登録やあとはベルボタンも押していただけるとチャンネルのサポートになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、ウォールストリートジャーナルの方で上から見ていきたいと思います。はい、でジョンソン&ジョンソンが COVID-19、まあ、コロナですねのブースターショットの FDA からの承認を得ましたよと。で1回打って、彼らに関しては1回打ちなので、まあ、モデルのバイオンテックだったりとか、まあ、ファイザーのワクチンよりも回数は少ないんですけれども、それのまあ3回目に当たる、なんですか、ワクチンの接種というのが承認されたと。で、これに関しては、まあ、2ヶ月、1回目打ってから2ヶ月後にもう一旦打つというのが、まあ、今回承認されたわけなんですけれども、一方でモデルナなんですが、ですね、こちらに関しては、まあ、青少年というか主に若い人たちの中でも男性にリスクが多いというふうに言われているんですが、ファイザー、バイオンテックと比べると、まあ、心筋炎ですね、まあ、心臓だったりとかそういったところに対しての炎症が起こる可能性があるので、今3回打ちに関しては、承認を見送っているというような状況となっています。で、このあたりに関しては今後もう一旦いろいろデータを見て判断かと思うんですけれども、まあ、少し僕もですねモデルナを打ったので、今後どういうふうな結果になるかっていうのは注目して見ていますし、少し心配だなっていうのはあるかと思います。その一方で、バイオンテック、ファイザーに関してはこういったものが出てないので、やはりそのワクチンの、まあ、有効性とか安全性の観点から、モデルナとファイザー、バイオンテックで、まあ、少し違いが出てるというのは、まあ、今後の株価の動きも見ていきたいと思います。今日に関しては両方とも下がってはいるので、どういうふうな影響が今後長期で出ていくのかっていうのは一つ面白いポイントかなと思っています。はい、あとはですね、昨日経済指標出ていたんですけれども、リテールセールス、小売りですね、こちらの数字が前月比で 0.7% ですね、上昇してました。でこれは予想と同様という数字ということで、まあ、特に大きなインパクトはなかったんですけれども、まあ、この物価がどん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 上がっていっている状況の中でも引き続き非常に旺盛な消費の需要というところがあって、まあ、このあたり非常に前向きなポジティブな、状況かと思います。あとはですね、クレジットカードの支払いとかっていうところに関しても、まあ、非常に好調なようで、まあ、物価上昇があまり人々の消費の、まあ、意欲をですね、削ぐような今状況にはなってないというのは一つポジティブな状況かなと思っています。はい、あとはですね、ゴールドマンサックスなんですが、昨日決算出しました。非常に内容良かったんですけれども、まあその理由としては、もちろんトレーディングだったりとかっていうのもあるんですが、まあ M&A ですとかそういったところの、まあ非常に活況のですね、マーケット環境っていうのが、寄与していたんじゃないかなと思っています。はい。まあ利益だったりとか、すいません、プロフィットですね、利益か、に関しても60% 増加、売上に関しても 26% の増加ということで、まあ、非常にまあ完璧と言ってもいいほどの決算が出ていました。まあ、これを受けて金融株だけではなくて、まあ、市場全体大きく上昇してましたけれども、まあ、決算しっかりといいのがバンバンバンと続いて、マーケットとしても少しまあ居心地がいいような感じにはなってきているかなと思いますが、まあ、今後もっといろんな業種の決算がですね、今後どんどん出てくるかと思いますので、引き続き注目をしていきたいと思っております。はい、あとはですね、米国の方で、まあ、飛行機を通じての入国に関して、ワクチンの、まあ、接種した証明書を持っていれば入国できますよということが、まあ、新たに、発表されてました。まあ、これはですね、非常にヨーロッパの方からの、まあ、要請が高かったということで、まあ、決断をしたということなんですが、まあ、やはり、まあ、ワクチンしていれば、まあ、アメリカの国民の方もそんなに問題ないよねという感じで、普段生活されていると思うので、まあ、同じような、境遇に例えば、まあ、いるというか、しっかりワクチン打っていれば、まあ、観光に来ても大丈夫ですよということもあって、今後、まあ、これがどれぐらいインパクトあるか分かりませんが、結構その旅行への、
行き来っていうのも増えてくるかと思います。おそらくビジネスという観点からでは、出張とかっていうのはそんなに多くならないかと思うんですけれども、旅行という観点からだと、まあ、お互いの国を行き来するという観点で結構増えたりするんじゃないかなと思っています。ただし、まあ、その一方で、日本もそうですが、やはり PCR の検査とかっていうのが必要になっていたりとか、まあ、ありますので、まあ、そのあたりは、どれぐらい今後、規制が緩和していくかっていうところにもよると思いますが、まあ、やはり、まあ、エアラインであったりとか、まあ、一般のその、まあ、小売りだったりとか、まあ、小売りというか、なんていうか、消費関連のものに関しては、前向きなニュースかと思いますので、このあたり注目していきたいと思います。はい。あとはですね、まあ、中国なんですけれども、まあ、政府からオフィシャルに正式に、このチャイナ、中国のエバーグランデに関しては、まあ、しっかりと対処していく、かつ、リスクに関してはそんなに多くないですよということが発表されていました。まあ、どういう観点から言ってるかというと、銀行がこのエバーグランデに対して貸し付けがものすごく多いんじゃないかっていうのがやっぱり心配されているんですが、まあ、額としては大きいんですけれども、まあ、一つ一つの銀行という単位から見てみると、まあ、リスクがかなり少ない、小さい額しか貸していませんというところと、あとはですね、このエバーグランデ中国恒大から買ってる、まあ、家を買ってる人々に対しては、中国恒大の今持ってるアセットをですね、バン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 売ってキャッシュを作って、しっかりと最終的に、まあ、住宅ですよね、を届けられるように、今準備をしているので心配しないでくださいというようなことも発表されていました。まあ、もちろん住宅市場としては非常に、今後、好ましい状況ではないかと思うんですけれども、まあ、住宅の引き渡しだったりとかに関して非常に国民がですね、混乱、パニックに陥っているというような話も出ていたので、まあ、そのあたりに関しては一つ沈静化していくということで、安心感出てきているんじゃないかなと思っております。はい。あとはですね、さっきもちょっと触れたんですが、テスラですね。このマイケル・バーリーさんというですね、非常に有名な投資家で、かなり、予想が当たる方がいらっしゃるんですが、まあ、彼がですね、常々テスラに関しては、高すぎると、いうことをずっと言っていたんですが、まあ、今回ですね、テスラに関しては、まあ、もう、まあ、空売りだったり、プットオプションのポジションは持ってないよと。まあ、あれは短期の、トレードだったので、まあ、そんなに大きなポジション持ってないし、まあ、今そういった方向性ではもう見てませんということが発表されていたので、まあ、いかにテスラが、なんていうんですかね、投資家の予想を裏切って、予想以上にパフォーマンスを出しているかっていうところも、こういったところにも反映されているかと、まあ、思っております。まあ、あとはですね、他にもいろいろとニュースあるんですが、まあ、やっぱり今一番注目されているのが、やっぱりビットコインの ETF が、いろんなところでバンバン出てるような状況かと思ってます。まあ、それ以外のニュースに関しては、ちょっといろんな、サイトを見てみたんですが、大体似たようなことだったので、まあ、今日はウォールストリートジャーナルの記事に、終始して、皆さんと一緒にレビューをしたというような形となりました。はい。ということで、朝早くからですね、皆さん動画をご視聴ありがとうございました。非常にマーケット活況になってきて、ビットコインとかっていうのにも、まあ、引き上げられている要素っていうのも一つあるかと思うので、そのあたり追っていきたいよという方は、ぜひですね、僕のもう一つの、チャンネルですね、仮想通貨チャンネル見ていただければと思ってます。概要欄の方にもリンクありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい。ということで、皆さん動画をご視聴ありがとうございました。良い週末をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。